朝鮮海峡海戦とは、朝鮮戦争中の1950年6月25日から26日にかけて発生した小規模な海戦である。およそ100人の兵士を積載した朝鮮民主主義、人民共和国の兵員輸送船は、釜山付近での揚陸を試みたが、昇海航行中だった大韓民国側の苦戦艇により発見、撃沈された。これは、 朝鮮戦争において最初に展開された水上戦であり、韓国側にとっては重要な勝利となった。韓国での故障は大韓海峡海戦。1950年6月25日、朝鮮戦争は北朝鮮による大規模な韓国侵攻によって幕を開けた。初期の侵攻作戦において、朝鮮人民軍海軍は半島南西部沿岸に対する兵員輸送に、 従事していた。これに参加したあるアメリカ製戦闘級機船は機関銃で武装しており、第766独立風評連隊の隊員600名が乗り込んでいた。25日早朝、韓国海軍所属の苦戦艇、白桃山が富山から18マイルの地点で単独航行中の敵機船を発見した。白桃山は韓国海軍が初めて保有した 戦闘艇である。もともとは、アメリカ海軍が PC-823 として1944年に建造した PC-461、旧区戦艇の一石で、第二次世界大戦後は、アメリカ商船大学の練習船、遠心ホワイトヘッドとして運用され、1949年に韓国海軍へと売却されたのである。白頭山はまず信号塔を用いて、 コンタクトを試みたが、帰船からの応答はなかった。次に、単焦灯を点灯した時、帰船から白頭山の船橋に対し銃撃が行われた。これにより総打手が戦死し、当直士官が重傷を負った。白頭山は三ンチ高射砲と六門の、五重後継機関銃で応戦した。被弾した帰船は、逃亡を試みたが、白頭山による、 迫撃の末、津島沖で沈没した。当時、富山は重要な拠点とみなされつつも十分な防備が整えられておらず、仮にこの規制を逃し上陸を許していれば、富山が陥落する可能性もあった。偶発的かつ小規模な戦闘ではあったが、この回線により、韓国側は期せずして、大きな戦略上の利益を得ることとなった。ありがとうございます。